皆さんこんにちは。それではあの前橋市の会見を行いたいと思います。ただ今日はちょっと私も高揚感でいっぱいです。今日からまた市長として復帰をさせていただきました。昨日おとといと私に代わってデレステアイマスのキャラクターである、セクシーギルティが、市長職を務めておりましたけれども、今日月曜日から復帰となりました。いやーやっぱりすごいですね。サブカルチャーという一つの文化というのは、あのそれぞれの記者の方々もこの2日間の前橋のいわゆる混沌カオス化した状態を、まあ、垣間見ていただいたと思いますけれども、初日9000人、2日目も9000人以上の、まあ、アイマスのプロデューサーの方々がこの町に訪れ、そしてこの町に感じて歩いて、そして美味しいものを食べて、そしてこの前橋というこの地方都市を感じていただけた、まあ、そんな2日間だったろうと思っています。実はこの2日間、このアイマスシンデレラ、シンデレラガールズのこのイベントで、まあ、本市に起きた影響というのはとてもこれからの前橋における新しい街づくりの一つの方向になったんだろうと考えています。もう早速レポートが届いております。この2日間アイマスの参加者からふるさと納税が8件いただいたと報告をいただきました。その他今日わざわざ私どもの市役所の担当課のところにアイマスのプロデューサーさんが訪れて、とても素敵な市を挙げての歓迎をいただいたと、まあ、感謝の言葉をいただいたと聞いております。またヤフーのトップバナーでは、まあ、本市の検索が上位、全国上位3位になったという報告も受けております。まあ、こういう、まあ、外形的なことはともあれ、オタク文化、こういう異質なものを前橋市民が何か歓迎してくれる、その多様性が僕にとってはすごく嬉しいです。もちろんフランス文学もあれば作太郎もありますけれども、それでもこういう若者たちの集いの場所にこの前橋が選ばれたことを歓迎してくれている、そういう多くの市民がいることを僕は多様性ダイバーシティの街としてとても誇らしく思っております。また皆さんとともにこういういろんな文化が芽吹いていく都市を、この町赤城春名利根川に囲まれてこの町で作っていければいいなと思います。そしてもう一つは、このイベントを歓迎するたびにたくさんの市民の皆さんが力を貸してくれたこと、そして市役所も、そして市のコンベンション協会も、まあ、このようなマップを作り、アイマスの歓迎看板を作り、バナ広告、バナの、歓迎のフラッグを掲揚し、そしてたくさんのお店を紹介できたということ、これもこの短期間の間によくここまで、アイマスのプロデューサーの皆さんを、お客様を歓迎して、そういうもてなしの心が市役所が、そしてコンベンション協会が用いたこと、それも私にとっては大きな誇りです。そして最後にお礼を申し上げたいのは、たくさんのアイマックスのプロデューサー、お客様たちがとても礼儀正しくこの街を感じるために、さまざまなアクションを行ってくれたこと、それも心から歓迎をし、嬉しく思っております。来年またこのシンデレラのアイマックスのイベントが、デレステのイベントがこの街グリーンドームで開かれればいいなと願っていますし、その時はもっともっとみんなを歓迎できる街になっていたいと願っております。こんな所見をまず冒頭申し上げて、会見の中身に入ってまいりたいと思います。さあ、最初は図入りナンバープレートです。これも一つのシティプロモーションです。前橋、アイマスに訪れた方々2万人、あるいは全国100館で見て、パブリックビューイングを見てくれた人たち、そういう人たちが前橋という都市を知っていただけた、それと同じように今回ナンバープレートの前橋ナンバープレートを皆様にお届けすることとなりました。10月1日からいよいよナンバープレートの交付が行われます。軽自動車、そして普通自動車、それぞれ仕様が異なっておりますけど、ともに赤城山
がモチーフになっているナンバープレートです。多くの市民がこのナンバープレートをつけて、全国を走り回っている、そんな前橋のシティセールス、前橋発信、どうぞお力添えをよろしくお願いを申し上げます。なおこのプレートは前橋市および吉岡町に自治体における車両登録者に対して交付が行われるものでございます。料金少し一般のナンバープレートとは少しかかりますけれども、多くの市民が前橋の看板背負って全国走り回ろうと思っていただければありがたいなと考えております。どうぞよろしくお願いをいたします。2点目には高齢者の安全運転に対する啓発事業につきましてのお話をさせていただきます。昨今高齢者の自動車事故、高齢者が加害者になるケース、そして被害者になるケース、さまざまなケースで高齢者が関与する交通事故が増えております。その中で本市は毎宅あるいは公共交通の充実、そして今まさに始まろうとしている大郷春川宮城地区における AI 乗り合いタクシーの事業、あるいは城南地区における事業、さまざまな公共交通の充実に向かって動いているところです。車社会の前橋が車なしでも動けるような都市づくり、その前にまず高齢者の方々自身が自分の運転技能がどのぐらいあるのか、運転適性がどのぐらいあるのか、それを感じてもらいたいと考え、今回高齢者ドライバーの交通安全について家族みんなで考えてみないかという啓発チラシを作らせていただきました。開いていただければ分かるように、まず30問の設問でみんなの運転適性、それは公安委員会が行うような適性試験ではなくて、運転するその技能以前の適性について問うているものです。車のキーをなくして探したことがありますか、いかがですか。実は私もありますのでまずいと思っておりますけれども、そういうことをお尋ねしながら、まずは家族で高齢者の方々が運転をするその初期の能力を確認していただこう、そのような思いで作らせていただいたものです。これは各前橋市の高齢者に向かって配布を行い、家族で適性を考える、その一助になればいいなと思っております。そして運転免許証を返納しても暮らせる、病院に行ける、買い物に行ける、近所の仲間たちと温泉センターに行ける、そういう街を我々は作っていきたいなと考えて、このような啓発チラシを制作したい次第でございます。そして本日の3点目の最後の案件は、赤城の恵みの仲間が今日増えました、そのお話です。今日記者閣議にお配りして試食していただいて、時事通信社さん食べておられますよね、読売さんも食べてみてくださいませ。小松菜株式会社ブレマさんの小松菜、そして赤城卸総研の桃、あともう一つなんでしたっけ、桜もないですね、残念ながら今日は桜もはもう旬が終わってしまいましたの認証をさせていただきました。こうしてたくさんの前橋の本物の美味しさ、そして付加価値の高い農畜産物がたくさんの仲間が増えていく、それによっていよいよオリンピックの年に皆さんに披露できるであろうと考えております前橋上部国道の道の駅にたくさんの美味しさが並ぶ、そんなことを願っております。さあ、私からの報告は以上3件でございます。ぜひ今日はその新しい赤城の仲間、めぐみの仲間、飯野社長様、そして石橋社長様、石橋代表様、お二人もお見えになっていただいておりますので、いろいろな形でお話をさせていただければと思います。まずお二人から
生産者の、まあ、思いをお話をさせて、本日の会見、用意した案件は終了させていただきます。それではどうぞ。はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました、赤城卸総研という会社の代表しております石橋と申します。よろしくお願いいたします。通常はですね、観光農園赤城卸という名前で売らさせていただいております。5年ほど前にブドウで認証させていただきまして、今年さくらんぼそして桃ということで、認証先ほど2件させていただきました。残念ながらさくらんぼについてはもう時期がですねずれておりますので試食はございませんが、桃については、桃なのにさくらという名前の品種、非常に奥手の今でも硬い桃ですを準備させていただきました。ぜひ皮ごと食べていただいてご賞味いただければというふうに思います。さくらんぼにつきましてはちょっと規模が少ないんですけど2000平米、それから桃が8000平米、それからぶどうその他で、6ヘクタールを運営をさせていただいております。基本的には私どもでは観光農園ということで体験型でさせていただいておりまして、たまたま私が群馬フラワーパークの指定管理者でお世話になっておりますので、そことのセットでできるだけもぎ取りまで体験していただけて販売をするという形で運営をさせていただいております。そんな形でさくらんぼで6種類6品種ですね、それから桃につきましては早生から奥手まで約10品種作っておりまして、当然さくらんぼは6月から7月、そして、桃については7月から9月なんですが、今年は陽気の関係で一番早いのは6月に収穫ができました。で、一番遅いのが今日食べていただいたさくらの後にですね、もう1種類、糖水、桃の水って書いた各品種がありますが、これが収穫できたら最後ということになります。多品種でやっておりますので、長い期間体験ができればということで、それを売りという形でさしておりますので、ぜひ収穫体験をしながらご賞味いただきたい。他のリンゴ、それから栗、その他につきましても栽培しておりますが、すべて体験型を目指しております。そのような形で今後とも皆さんにご紹介いただければというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。株式会社プレマの飯野と申します。この度は前橋の非常に名誉あるブランドの認証をいただいたということで本当に光栄に思っております。私たちは赤城山の南面で一級河川の粕川という川が流れる地域を中心に小松菜を一年中有機栽培をしております。で、会社としまして法人では、今年23期目になるんですけれども、設立当初から、化学合成された農薬や化学肥料は一切使わないという自然の力で健康な作物を育てて、で、私たちの地球に貢献したいというそういう創業の思いで始めておりまして、農水省の有機JAS法が始まってから界隈でもいち早く認証も取りまして、有機JASを毎年更新し続けております。で、今年5月にはグローバルギャップの認証も取得させていただきまして、さらに
生産の管理力というものを高めて努力をしております。私たちのものづくりにおいては安全安心であるということはもちろんなんですけれども、プレマの有機小松菜はとにかく召し上がっていただいて生で食べても美味しいというふうに味でも評価をいただいておりまして、実際に皆さん召し上がっていただいたものは生の小松菜で一切加熱はしてないんですけれども、苦味とかえぐみっていうものがないかと思います。特に、実は葉物は旬は冬でして、冬になると非常に糖度も乗って甘みも増しますけれども、逆に夏の今の時期っていうのは苦味とかえぐみっていうのは出やすく非常に作りづらい時期ではございます。ただこの地、私たちは前橋の地で赤城の恵みを受けて一年中小松菜作らせていただいて、この作りづらい時期ではございますが、味に気をつけながら、今日もお持ちした小松菜、私もちゃんと畑で味見もして持ってまいりましたので大丈夫だと思いますので、ぜひ召し上がっていただきたいなと思っております。はい、でこのいいものを作る、おいしいものを作るっていうのは何が秘訣かというと、いろいろな生産技術ございますけれども、やはり自然の恵みなくしては私たちいいものを作れませんので、本当にこの赤城の恵みを受けながら、私たちは農薬や化学肥料に頼らず自然の力で生命力強い小松菜を作るということをモットーに作っております。そして、日本の農業の未来というものを考えますと、後継者の問題などいろいろ深刻化はしておりますが、やはり未来の子どもたちが誇りを持って農業ができるような、そういう環境を引き継いでいくことっていうのは何よりも大事だと思っております。赤城の恵みをたっぷり受けて本当においしく健康になるような作物をずっと永続的に私たちは作り続けられるように、今農業に携わる私たちにもこの自然の恵み、赤城の恵みを未来の子どもたちに引き継ぐ、そういう責任があるというふうに自覚しております。農業のバトンは命のバトンだと思うんですね。ですので、スタッフ一同本当に自然と調和しながらいかにおいしいものづくりをできるかということを努力しておりますが、今回こうしたブランド認証をいただきまして、一層これを励みにですね、未来の子どもたちのためにも有機農業をさらにレベルアップしながら、赤城の豊かな恵み自然環境を維持促進しながら、おいしい農作物を作り、この県内の皆様はもちろん県外、日本全国、そして今私たちは技能実習生も受け入れているんですが、そうして、この地でいいものづくりを学んだ人たちが世界にいいものづくりを発信するような、そういう私たちは本当に世界のモデル農場を目指してしっかりプロ意識を持っていいものづくりしていこうということで努力しておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。以上です。はい、これより質疑に入ります。日経新聞の塚本さんに進行をお願いいたします。はい、じゃあよろしくお願いします。最初に図柄入りナンバープレートなんですけれども、これは県内他の地域の状況はどんなのか一応教えていただきたいと思うんですが。担当しております政策推進課の金沢と申します。全国の状況について申し上げます。まず今回地方版図柄入りナンバープレートにつきましては、全国で41地域が同日今日から交付の事前申し込みが開始される予定です。で県内は前橋のみとなっておりまして、関東では他に8地域、都合9地域がですね導入されることになります。県内では前橋だけってことですね。はい、ちなみに関東他の9エリアどこでしょうか。はい、
他にですね、土浦、筑波、前橋、越谷、成田、柏、世田谷、杉並、富士山の9つになります。すると群馬で1カ所で、茨城で2カ所で、栃木はなし。北関東だとそうなります。はい、はい、ありがとうございます。それからあのプレマの飯野社長にちょっと追加でお聞きしたいんですけれども、あの 会社の概要をですね、あの改めて教えていただきたい。あの小松菜の他に何作ってるかとかですね、はい、あと農地どのぐらい持ってるのか、はい、そのあたりちょっと教えてください。はい、わかりました。基本的に一年中通年で作ってる作物は小松菜になりますが、ほうれん草や、今年はパクチー、それから今年初めて作るんですけれども、ビーツとか、あとは去年から引き続いて、トウモロコシ、ポップコーン用のトウモロコシですね、というものを作っています。あとは、エディブルフライワーやハーブというものもトライ作物として、取り組んでおりまして、ただこれはもともとですね、弊社は長らく小松菜のみで作ってきたものを2年前から同じ、やっぱり小松菜っていうのはアブラナ科なんですが、アブラナ科の連作では土にも負荷がかかるということで、違う科のものを取り入れるという、あくまで土作りというところから出発して他の種類のものを作るようになりました。はい、ただほとんど大きな出荷量でいうと小松菜ということになっております。で、面積はですね、約10ヘクタールなんですけれども、ハウスが2ヘクタール、路地が8ヘクタールで、通年を通してハウスも路地も、順番に活用しながら出荷しております。はい、場所はだいたい1箇所にまとまっている。中心はその春日川なんですけれども、少しちょっと農地をぜひ使ってほしいっていうお話がありますと広げておりまして、春日川はちょうど隣が、桐生なんですね。桐生の新里地域とかにも少しあったり、飛びながら、路地の方は少し点々と点在している形です。ハウスはもう社屋の近くに回るというような状態になっております。従業員数は何人でしょうか。はい、正社員は8名で、技能実習生は現在2名で、パートさんを含めますと全体でスタッフは40名ほどで稼働しております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では他に案件について質問のある方はお願いします。よろしいでしょうか。それでは案件外で質問のある方ありましたら、どうぞ。よろしいですかね。よろしいですか。これは撮影用なんですか。私が食べちゃダメなの。どうぞ召し上がってください。いやー、本当ですね。生で全然食べれます。皆さんもチャレンジしてみてくださいませ。さあ、今日はありがとうございました。みんなと一緒にいろんな前橋作りしたいなと思いますよ。いろんなサブカルもあれば、野菜作りにチャレンジする。まあ、飯野さんなんか、野菜作り農家って感じではないんですよね。お父上がこの農法を発明されて、それを引き継がれておられる。だから、イノベーションがかけられるんだろうなと思います。そういう意味で、みんなが新しい価値を赤城の山裾に広げていく、まあ、34万の市民一人一人が自分の新しい価値を作るために向かって芽吹ける、まあ、そういう街をこれからもみんなと一緒に作ってまいりたいと思います。併せまして、相変わらずシネマ前橋の、ごめんなさい、シネマ、はい、前橋シネマハウスのチラシ配らせていただいております。陸軍前橋飛行場も盛況でございました。また前橋ロケである一人の息子もお客様たくさん来ていただいていると聞いております。
いろんな意味でこういう、まあ、小規模な映画、まあ、あの水戸市と前橋市で組んで何か始めるなんていうのを水戸市長が言ってきておりますけれども、新しい映画文化も作っていければいいななど考えております。さあ、それでは会見終了いたします。以上をもちまして本日の定例記者会見を終了させていただきます。